下田歌子、華永7年8月8日昭和11年10月8日は、日本の明治から大正期にかけて活躍した教育者、歌人。女子教育の尖閣者で、生涯を女子教育の振興に捧げ、実践女子学園の基礎も築いた。美濃国名郡岩村出身、岩村藩士の家に生まれる。幕末に、勤皇派の藩士だった父は撤去禁止を命じられるが、 苦難の中、関は祖母から読み書きを習い、5歳で俳句と漢詩を読み、和歌を作るなど振動ぶりを発揮した。書物を読んで良いことだと思うと、すぐに行動に移すことも多かった。24項という中国の親孝行を書いた書籍に、両親が蚊に刺されるのを防ぐため、自分が裸になって蚊を引き寄せたという内容があり、それを実際に実行したという。が明治になり、 祖父と父は新政府の将兵を受けて東京に出るが17歳になった関も上京した。その時、故郷の国境、三国山の峠で、綾西聞き来て帰らずは三国山また再びは越えじとぞ、思うという歌を読んでいる。明治5年、助官に抜擢され、宮中へ出資する。武家の子として身につけた礼儀作法や儒学者の祖父仕込みの学識。 和歌の才能で、皇后、吉子から長愛され、歌子の名を賜る。宮廷で和歌を教えるようになる。明治十二年に、見閣の下田武雄と結婚し、宮中出資を辞する。三年後に、夫が病に伏す。看病の傍ら、自宅で、東洋女塾を開校。当時の政府高官のほとんどが、かつての勤能の志士だったため、彼らの妻の多くは、芸妓や釈婦だった。 世間知らずではないが、正当な学問のない彼女らに古典の講義や作家を教えた。明治十七年、夫、竹雄が病死した。同年に、塾の実績と皇后の推薦で創設された家族女学校の教授に迎えられた。翌年には学館に就任。家族の子女のみが学んだ。この学校では古式ゆかしい受教的な教育がなされた。明治十六年春。 ウッタコは、上宮、周宮両内親王のご養育主任、佐々木孝之から、王女教育のため欧米教育視察を拝命した。その目的は、皇室の伝統を保持しつつ、両内親王を海外品格と接しても遜色ない、時代に順応した御子として教育することだった。初めての海外渡航にあたり、ウッタコは、西洋文化を、主者選択視聴所のみを受け入れる態度で臨んだ。 同年9月横浜を立ち、イギリスのブライトンで、英語学校に通った後12月には、ロンドンへ。そこで、ビクトリア女王の女官を務めるエリザベス・アンナ・ゴルドンの、チグを得て、ビクトリア女王の孫娘が受けている教育と、母親たちの生活に触れた。姿勢の人々と親しく交わる、女王一家と、王女が主婦として、家庭を支える姿に下田は、強い印象を受けた。 やがて先々で出会う女性たちが豊富な知識、意志の強さ、行動力を持ち、それが教育と生活習慣によって培われたことを知る。明治27年12月、ウッタコは王女教育という目的を超え一般の女学校への視察を始めた。明治28年の春には、シェルトナムレディーズカレッジで校長ドロシアビールと面会。ビールは高齢で多忙だったにもかかわらず、 学校の生徒やその家族と同様に、タ子を気遣い、真摯な態度で接した。その行為を、タ子は、真の親切と表し、その人格と学問の深さ、教育に対する高い理想に感銘した。その後、タ子は、ケンブリッジ大学の女子学寮ニューナムカレッジと、女子教員養成校ケンブリッジトレーニングカレッジを、視察。さらに、湖水地方やスコットランド、フランス。 ドイツ、イタリアなど大陸の女子学校を訪問。その間の5月8日にはビクトリア女王との越見を果たした。これらの視察によって歌子はキリスト教の信仰が自主独立と事前白愛の精神を育み、学校教育や生活習慣の基盤となっていることを理解する。それに加え育児、教育学、衛生、生理、看護法に関する知識は、 実利主義の元最新の科学が教授されていた。キリスト教に対する評価は変えたものの、自らの心情を保ち下田は、同年8月に帰国。その直後から、王女教育をめぐる宮中の勢力争いに加わって、いくことになる。下田歌子帰国後、1898年11月、歌子らは、帝国婦人協会を設立。当時庶民の女性があまりにも、 男性のいいなりにばかりなっていた姿に心を痛め、日本が一流の大国とならんためには、大衆女子教育こそ必要。と女性に教養を授け、品性を磨かせ、自活のチャンスを与えて、女性の地位向上、生活改善を図るべく奮闘した。百九十九年一月、工町本課長に事務所を開設し、三月、改則を発表し、十二月、 機関誌日本婦人総監。明治35年、第日本通信高等女学校の教科書編纂を、指導。三段式教授法を用いる。明治39年、家族女学校は学習院に統合され、陸軍大将、野木稀介が、委員長に就任。歌子は軍人である野木と方針をめぐって対立する。明治40年11月、歌子。 学習委員女学部長辞任。翌月、訓四等法官賞に除せられた。明治四十一年、歌子、実践女学校中等学部に加えて、高等専門学部を開設、実践女学校が誕生し、その校長に就任した。大正七年三月、板垣大助夫人の板垣絹子に招聘されて、 東京広労の純真女学校創設にあたっての初代校長となり、女子教育に取り組む。昭和11年10月8日に、肺炎のため、赤坂区青山北町の自宅で死去するまで、生涯を女子教育の振興に捧げ、実践女子学園の基礎も築いた。去年82。明治神宮ご鎮座祭記念発刊冊子「伝護神伝語真術の表紙には、13位。 下田ダ・ウ子先生大臣という記載あり用紙と才能に恵まれ、明治の紫式部ともあだなされるが、反面政府の交換との浮き名も耐えなかったと言われ、特に平民新聞は、養父・下田ダ・ウ子と題した特集を連載するまでに至った。特に、日本のラス・プーチンとまで言われた、祈祷師・飯野義三郎の権力拡大のため尽力したとされ、後の高徳事件は、 いいのの差し金であるとの説もある。ありがとうございます。